で、これはすごいことだぞ。で、そっからはとんでもないことが起きてますこれ。次男去ってまた二男、市に来た時なんて土曜日だけですね。連絡あまりちゃうの？いや、ないっす。あ、もうそれダメだぞ。何、いきなりそれ昼に言うんですよ。昼に電話してみて、ちょっと聞こうぜ。今聞こうぜ。殺しを起こしました。さあ、今日も暑いですね。視聴者の皆さん、はい、一難去ってまた二難、二難去ったらまた三難、耐えませんと。耐えません。耐えまぬ努力が起業家には必要でございます。本当に。あ、これです。お疲れ様です。あれ何、番犬さん、うち、うちから、あ、違う、ああ、そっちです。あ、無理です。6月19日、大阪でとび職の方、お待ちしております。ちょっと視聴者にとっついてくるかもしれないけど、ラブちゃんってね、1回動画出てると思うんだけど、2回ぐらい出てます。2回出た。うん、来てどのくらいだ？来て1ヶ月。1ヶ月。まあ、1ヶ月はちゃんと毎日撮った。最初の方はもう本当しっかり、朝も自分より早く、うん、来て値段も広げて待ってた、準備しとったん、うん、待って準備しとったんですけど、うん、だんだん来るのおっせえし、ね、朝何時？8時。朝7時に会社の倉庫なんですけど、うん、もうこの会社になった時点で、うん、もう7時に来た時なんて土曜日だけですね。最初の現場ともう一個の現場はしっかり来てましたね。2件目は空き家だったんで、うん、車止めれるもんで、まあ、直接来てもいいよって、そっちの方が近いもんで、うん、でその時も まともに来ましたね、うん、でここの現場からですか。あ、この現場から、でここから現場がない、もう1週間ぐらい来てないの。1週間ぐらいになるんですかね。連絡はマリちゃんの部屋住みますって言って。いや、ないっす。それで飛んでない。じゃ飛んでない、多分出れば出ると思うんですよ。どういうこと？だからやる気がないんですよね。気分で出てくるって感じですか。ここも現場来たの9時頃だったんで、今日初日に来たの、うん、9時頃現場の話を通ってきて、あ、もともと9時集合じゃないの。9時集合じゃない、まあ遅くても8時半までに来いよっていう、うん、でだからもう遅れる場合だったら大体1本あるじゃないですか。すみません、それでちょっと遅れますって、うん、何にもないもんで普通にスーッて来て、すみませんじゃないんですよね、うん、何やればいいですかって。あ、その9時に来たのに、うん、でも、まあ、怒ったの。怒ったですね。おめでとうございます。うち9時じゃねえぞって。うん、なんてこと。その時その時謝ってましたけど、あ、すいません。でこれはすごいことだぞ。でそっからはとんでもないことが起きてます、これ問題だぞ。まあ確かに。で7時集合にしたんですよ。ああ、もう7時にもう一回やり直しだっつって、まあ、現場直でいいぞって言ったけど、もうダメダメダメっつって、もう一回朝7時に来いっつって、7時に朝そこに来いって言って、うん、で土曜日だけ7時半にしたんですよ、近いもんで、うん、その時はちゃんと降りましたね。平日は7時に来いって言ったんですけど、うん、もう7時に来た日一回もないんで。あ、本当。でも来るの、ずっと待っとんのお前、駐車場で10分だけ待つんですよ。で10分まで待って、まあそれより言いなかったらもう置いていったんですね、うん、遅れてきますね、遅れますって言うなら待っとるんですけど、連絡もないの。連絡ないんですよ。で遅れてきても普通に「あざいます」って。やばいじゃん。これ何日来てないの今。だから先週の木曜日ぐらいかな。先週の木曜日からもうずっと来てないの。それぐらいからもう来てないです。10日間ぐらい。10日間あ1週間ぐらいですね。多分電話しちゃってる。それだって出るんだろ。出る、ちょっと電話してみて。今日は何も連絡もなしに来てないですか。ずっと連絡ない。なのに電話しちゃって多分勘違いしてると思うんですよ。ずっと休んどけって思っとると思うんですよ。今日は休んどけって俺言ったんですよ。あ、だからこの現場終わるまで休んどけって思っとるのか。それお前が悪いじゃん。思ってるかもしれないですね。でも今日休んどけって、今日って別にその一日なわけじゃん。その一日、その次の日が来るかなと思って待ってたけど来なくて。あ、多分一回も電話しないの。電話しないですね、もう。だってお前が悪いじゃん。電話しない、もうや多分やる気はないですね。あ、やる気はないですね、もう。あ、で電話してみて、ちょっと聞こうぜ。今聞こうぜ、せっかくだ。まあ、確かに公開、まあ、動画撮っとるの許可だけ取るで、ね、俺は。出ない。出るんじゃない。飛んだんだろ。1週間経って連絡なかったら飛んだでしょ。お金まだする。どうすんだって。やめるか。お、どうすんだ。お疲れ様です。
どうすんだ。もうお疲れ様です。もう来ない。いや、来ますよ。ん？いや、いつ行けばいいかなと思って。いや、あの日だけお前送ってきたもんで、まあ俺一人で行ったもんで、もういいわって言ったけど。あ、そうっす。今日は今でいいよって言ったけど、俺ずっと休んどけっていう風に思ったってこと？あ、そうっす。ずっと休んどけとは言ってねえよな。今日はもう休んどけって言ったよな。いや、あの、もう今月、あの、一台で、その、今の現場、自分がやる技術ないじゃないですか。なんで、それ終わって、いや、あの現場もうなんか自分いらんのかなと思って。いや、いらんとは言ってないよね。どうすんだもん。あまりやる気なさそうだもんな。いや、行くっす。どうする？いや、明日から行きます。明日？はい。でもここはもうないんだよね、やるとこ。はい。バイトもしとるんだろう、夜。ああ、そうっすけど、今は入ってないっす。入ってねえ、入れてねえってこと？毎週行くって言ってもらった。そうっすね、時々気になったっすね。ちょっと待ってよ、今社長おるので、ちょっと変わるわ、俺じゃなく。あ、お疲れ。お疲れ様です。どうしたんや、やめるんか。やめるならやめるで別にいいんですけど。やめないっす。ちなみにこれカメラ回してるけど、使っていい？なんで どうしたん。でも最初一生懸命やっとったやん。なんか遅刻もすごいの。しょっちゅう遅刻しとるの。あ、そうっすね。なんで最近ちょっと多かったっす。いや俺も今日初めて聞いて、ちょっと今現場まで聞きに来とるんだけど話は。はい。うん。でも1週間来てないんだろ。あ、そうっすね。もう自分から電話もしんのか。もう仮にお前もう来るなって言われたら、すいませんでしたって、もう一回現場行かせてくださいって電話自分からしんの。はい。もうこんな普通の仕事じゃないの、職人の世界だもんで、修行に来とるみたいなもんだけどな、お前。はい。うん。で自分からまあお願いしますって。だってお前らの現場で取ったって仮にならんわけだろ。まあ言い方悪いけど。はい。うん。それ修行の世界じゃん、こういうのって。まあ今ちらっと聞いとったらやる気あるみたいなこと言っとるもんで、やるならやりゃいいと思うけど。俺はどうしたいんだ。まあ、正直に嫌いよ、別に。やりたいならやりたいって嫌いし。いや、やりたいです。やりたいならもう一回気持ち入れ替えてやった方がいいんじゃねえか。はい。だけどお前寝坊したりとか遅刻したりっていうのはちょっと違うんじゃない。はい。現場ではどう、一生懸命やってんの。自分がもう精一杯やってますっていう気持ちでやっとんの。いや、今、その最近、まあ、慣れたんで、ダラダラやっとるか。あ、現場でダラダラしてやっとるのか。最近そうっす。だったらお前違う仕事の方が向いてんじゃない？分からんけど俺は。だって覚えたくて来とんのにお前ダラダラするっていう意味が分かんないんだお前。寝坊するとかさ、仕事を教えてもらう、自分で覚えたい、塗装を一人前になりたいって思ってるのに、その会社に7時に集合ってことは、寺岸も30分も40分も早く来とるわけだろ。はい。で、その人が7時から待っとんだろ、お前が来んとか。で、現場行ってもなんかダラダラ、慣れちゃったもんでダラダラしちゃう。だってまあそれ1日2日のことあると思うけど、ましてなんかアルバイトしながらやってんの。はい。何をアルバイトしたの。なんでその稼ぎが足りんのか。今ちょっときついかなと思って、日払いバイトをやってます。飯代がないもんで。飯代とガソリン代ですね。1日いくらあったら足りるんだ。そうす、まあその1日日払いで4000とか稼いで、ご飯とか買って、あとまあガソリン代でって感じで。2級くらいなの。7000ですね。7000、2級にはもう7000ももらっとうなもんで、まあ1日3000円だったら俺貸してあるもんで、出てきた日は3000円、寺岸に俺貸しといてあるもんで、まあ、そんなのバイトしたってしょうがないんじゃない。でお前現場で眠てえって言ってダラダラしとったら意味ないんじゃない。そのおるだけで金もらえる仕事じゃないでな俺ら。
うん、でもやる気はあるの？あ、はい。だけどお前もう愛想も尽きちゃうぞ多分寺岸も。俺は分からんけど、うん、またちょっと寺岸が隠させるで。またね。じゃあね。まあそうですね、きっぱり言っとけばよかった。ちょっとバイトも勝手に決めてきました、決めてきましたからね。相談するときにバイトしてもいいですかじゃあ。で、バイトあるもん4時半に帰らせてくださいって言うし。それはあ、お前それダメだぞ。もう何、いきなりそれ昼に言うんですよ、昼に。お前それダメだぞって言って。それか。ああって言うもんね。まあじゃあ3時の休憩なしならまあ、いろっしゃるわって。あ、飲んでみたったんだ。3時休憩なしならまあいいわ、4時半に帰してあるわって、うん、もう次あるなよって言って、うん、そしたらあいつ勝手に休憩するもんね、3時に。ジュース買ってあ暑いもんで水分補給だけするんなら別に何も言わんすけど、うん、あのだから車行って携帯なんてなんか喋っとるもんね。勝手に休憩しとるがよ。まあかんこいつと思って。ああまあそれかな。ちょっと怒らなかったね、これも。もうちょっと甘かったですね。うん、それもちょっとあれじゃん、あの新人も確かに勉強だけど、あの人を使うっていうのを勉強じゃん。うん、まあいいか悪いかどうか別だよ。いいか悪いか別として、まあ、お前がどうするかはまだやれたことはあるよねと思うけどね、見ててね。電話の感じもはいしか言わないから。なんか電話なんか結構もっと、ね、思って鉄板になったのかなと思ったけど、はいはいはいこうやってなんか結構あすいませんでしたみたいな、やりたいですみたいな感じなかった？そうでもない。いやなんか分からん、やる気ねえなって感じした。やる気ないなって感じじゃないけど、なんか自分の意見はあんまなさそうな感じ。あ、まあ、それが見とって分かるよね。そうなよなよっとしとるっていうのは分かるもんね。で言ってくれた方が伸びるタイプなのかなみたいな。自由にさして伸びるタイプではないなって。あ、自由にさしたら伸びんですね。聞いてるとまだそれすらもしてあげてないんじゃないって、うん、まあ、もっと怒ってあげてもいいんじゃないかっては思うけどね。まだだって10 19 20 19 20でしょだよね。俺なんかお前毎日怒るよな。毎日の分からんけど、俺は見てないで何もいい。あのね、判断はお前らに任せるけど、やる気があるならあるならっすけどね。まあもう甘やかさんとかね、もう現場まで直接行為なのか、会社の料理に住まわせるとか。でもベトナム人の男の子の集団にあれ見た。いやちょっと誰も住んでないで、上とか下もあるもんね。下だから個室だもん。ああ、これ多分無理ですね。一人で2連とか言っとったんでね。そんなことないでしょ。それもだって甘いだもん、ね、俺からしたらもうそれ関係ない。見ようができんとか関係ない。できんならやめろやだし、一人で寝れんならやめろだもん。会社遅刻する、これん、ガソリン代もあらへん、前借りはしなかん、なのにお前友達と寝たいから一人で寝れないから会社の近くには住めませんだったら、だったらやめたらいいんじゃないって。やめろと思ってる。それはあなたの判断だよねって。それを俺は責めてるわけだから、ね、だったら合わないでしょって。塗り替え道場のないろ寺岸藩には合わないから。でもお前がラブちゃんに対して腹が立つってことは多分期待もしてたし、やっぱり一人で現場行けない払うってことだって期待しないとお金なんか払わないじゃん。あ、そうでしょ。お金になんねえんだから俺も入ったってでしょ。3日縮め、4日縮めて、5日縮めやけど、あ、縮まないだろ、縮まないです。伸びてますね。伸びてますっていうことは、もうそんなに無駄な金がかかってる。無駄な投資じゃないからね。まあ動画見てね、本人も気づくかもしれんけど、でも、それをでもいいって、この子が一人前になるかもしれんと思って取ったわけだもんな。まあそうだね。お仕事もしかカメラ越しに虫の気持ちになっとったと言わないでしょ。カメラ越しにサッション起こしました。怖い、サイコパスなんで彼。本当にとび職の方ご参加お待ちしております。そんな話ですか。そうですかね、はい、まあ視聴者の皆さん、まあまあラムちゃんを叩くことはやめてほしいね。まあまあ一つはね、まあそれはまあまあ年代、まあそんなもんだしね。まあ、10人使って1人しかおらんって言うけど、もっとおらんぞ。20人使って1人だぞ多分。どっちがいいとか悪いとかじゃなくて、それがやりたくてやっとるやつらが集まっとるんだよね。これからも一生懸命またやってみましょう。頑張りましょう。ちょっとまあ告知になりますけど、まあ島の買い取り、まあ、今ね工具の買い取りなどもちょっとやっていこうと思って、まあ、ちょっとルールが決まってないんでいろいろやりながら、まあ、写真だけ送ってくださいとか、まあ、直接いろいろやっとるんで、ちょっといろいろ声もかけてもらってあれですけど、工具や
そんなローラー1個買ってくれとかやってもちょっと困るかもしれないけど電動工具とかああいうのの買い取りとかあと足場資材の買い取りやってますんで、はい、あのまだちょっとじゃあ販売っていうのはまだやってないんですけどどれぐらい溜まってからの販売になるかなと思いますけど、はい、ぜひそちらの方と6月7月に6月に大阪のイベント足場屋さん専門の飲み職人会十何社も集まってます、はい、ぜひそちらの参加と7月オンラインセミナー7月オンラインセミナー、はい、何日ですか7月の14日これはね駒翔さんって本当面白いリフォーム会社本当検索したら出るあの今度あの産業リフォームフェアでも有料で喋る人だよね、はい、すごい人です、ね、この SNS の、 あの本当にあの何月何日東京リフォーム産業フェアって呼んで、はい、バーンって俺はもう喋るんだ産業リフォームフェアででも俺無料枠だなって無料枠無料で俺の話は聞けるけどその人の話は有料でしか聞けるまあそこの下がってます俺お前 YouTube やってるとお前見せ物パンだかほら俺も有料にしてくれよ産業リフォームさん頑張りましょうか頑張りましょうかここまで頑張りましょうか俺の話はまだ有料になりませんか頑張りましょうかね頑張りましょう、うん、またいろんなことやってますんでぜひそちらの方も、はいよろしくお願いしますお願いしますテレビ式も頑張ってくださいラムちゃん戻ってきたらまた行って戻ってきたらですね、まあ、まあ話も聞きたいし、まあ、本人もね戻んなかったのに許すのも大事だよな、ね、最後しあのまたねお前任せるなんかさすがのあれせーのないっすよ俺は、まあ、いいせーのじゃあまた見立って見立ってね俺ヨールで出ない顔が恥ずかしされちゃう